3日午前、東京、大田区の首都高速道路、乗用車3台が絡む玉突き事故があり、1が死亡、2人が怪我をしました。警視庁、事故の詳しい状況を調べています。日午前11時過ぎ、東京、大田区東小路屋、首都高速道路羽田線の上りで渋滞して、車の列に乗用車が追突し、乗用車2台が引き込まれました。警視庁によりますと、追突された車に乗っていた林美也子さん、78、が病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。追突した車、乗っていた40代の男女2人も怪我をし、いるということです。追突した車を、転がっていた男性は、渋滞の表示に気を取れ、前をよく見ていなかったと話して、いるということで、警視庁が事故の詳しい、今日を調べています。事故の影響で、と、早道路羽田線の上りが羽田出入口付きで、時間半余りにわたって通行できなく